キラララキラいいよいいよいいよ60どうもまどかです。あんなに楽しかった琵琶湖遠征もとうとう最終日となってしまいました。いやー2日間ねおかっぱりしたっちゃけど、最終日はねあのボートガイドの方に乗りたいと思います。でなんかうちの会社の社長が今琵琶湖の大会に出とって、まあ、ずっと琵琶湖におるんやけど、なんか私がね琵琶湖に来るって言ったら、今琵琶湖の若手で一番バスを釣らせれるガイドがおるけん紹介してあげるみたいな感じでね言われたけんね、最終日はちょっとボートガイドの方に乗ろうってなったんやけどさ、まあマリーナにね着いた時点であの人やろなっていうのは私的にはちょっと察しがついております。ちょっと合流しに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりですね。やっぱりねこのマリーナはふなっしーしかないもん。まあ僕しかいないなんかめちゃめちゃデカバス連れさせてくれるって聞いたよ今日、はいはい、今日聞いてきとるけん、はい、じゃあデカバス釣りに行きましょうか。うん、よろしくお願いします。お願いいたします。これに名前と住所の連絡先ですね。まあ何かあった時は緊急用のやつなんで、じゃあ今日はお願いいたします。お願いします。霧が出るとき手返ってやす。あ、霧の時デカバス釣れやすいん？気圧やっぱ変わってあったかい日なんで。あ、そういうことなんや。昨日とかよりも全然今日は朝あったかいんですよ。おつり狂いファンの皆様、私の声で誰か分かればあなたはかなりの釣り狂いマニアです。誰でしょう。バレバレって社長です。なんで琵琶湖で俺窓ガシのカメラマンせないかんの。なんか紹介してくれるって。そう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 。フナッシーは私のお友達です。いつもお世話になってます。若手の最注目、うん、ガイドらしいね。そう。でもフナッシー今日どうですか琵琶湖。霧すごいですけど。そうですね、まあ、ちょっと落ち着いてはきたんですけど走れなくはないかなっていう感じですね。あ、確かに霧だと走行が危ないけど、まあそうですね、まあ、ちょっと晴れましたね、はい、うん、僕南側を多分今日ちょっとメインにするんですけど、北側多分まだ霧すごいんですけど、はあはあ、南の方薄いんで南の方に南に行きますと。まどかしが今日釣るバスは南にいると。南にいます。まあ、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。じゃあ一番最初のポイント来ました。まあ、これは、エリアで言うと自衛隊エリアっていうんですけど、最初はミドストと、ネコリグ。大学院も上がりました。ふう、大学院もだいぶ水温上がりましたね僕もちょっと朝だから口があんま動いてないかもしれない。そうね、はい、らしい。水温何度。水温今10.14度あります。僕は、うん、リローラですね。狙う場所が、うん、あっち側、うん、逆側にあります。狙うのはこれなんですけど、うんうん、この映像に映ってる、うん、これに対して投げてほしいんですけど、うん、これ全部魚。おお、めっちゃおるやん、はい、超いるやん、はい、いけー。どうやん、完璧ちゃん。でどうしたいと。で、いつもみたいな感じでこれミドストというよりボトストなんで、うん、ネコリが扱ってるような感じでちょん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 っていう。こうね、はい、まあ、水草生えてるんですけど、うん、外すっていうよりかはリールのハンドルを巻いて水草を外してあげるっていう感じですかね。なんか竿は一定のリズム、
これをちょっと朝小1時間ぐらいは欄干します。 OK。 2、3頭ぐらいです。これはゲイリー。あ、そうですね。そうってことはそのガイドとかも、そうです、ね、ゲイリーのワンゴー、まあ、ゲイリーの製品をメインにで、まあ、見どころワンゴーがない時は、まあ、楽しみにさせていただいたりとか、この思いはゲイリーでも自分のワームで釣りたいっていう人がおったら、それは別に使っていいわけ。そうですね。まあそれはビローラ使いようけんね、もうすでに。ちなみにゲイリーのおすすめはイヤコの。プロ線香いいよね。でもプロ線香売ってないよ福岡。なんで？人気ないけど。売ってない。え、売ってない。だって前さ、ほら船神のさボート乗った時にさプロ線香で釣ったやん。え、そう、その時にプロ線香、え、めっちゃいいやんこれみたいな思って、え、これ買いたいと思って福岡にさ帰ってさ釣り具屋さん行ったらなかったもん。それはもうね、釣り具屋の悪いっていうか、多分ゲイリーって営業不足になる。もっと頑張れ、もっと頑張れ。もっと営業し、しやんと。はい。けどゲイリーって言ったらさ、やっぱあれやない。やっぱあれやない。もう嫌いな人がいない。カットテールやない。やっぱカットテールのイメージですね。あれ最強やもんね。え、でも確かに。全国どこでも釣れるやろ。え、だってカットテール持ってない人多分、マジでおらんと思う。そうだね。本当に。カットテール使ったことない人ゼロ人説やろ。絶対おらんって。風強くなったね、急に。窓越しを歓迎するからように。うち、あの、風吹いたら、モフモフとか、ほら、マイクないけんさ。風吹いたら、どんだけ声量出すかにかかってくるけん。バリバリ大きな声で喋るように。そう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 。もう、いかに声量でごまかすかっていう。マイク買えばいい。いや、買おうと思いつつなんかがなあなあになってしまっているみたいな感じですよ。あなた、そういえばインスタ見たけど、いつの間にかソロ活になってる。釣りお休み中にソロ活になっとるやん。まあ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 、ちょっとまあ、スロカスっていうか、まあバルカスみたいな。バルカス？うん。バルブレーブス。そう。いや、だってスロットはせんもん、私。それ一番ダメなやつや。オーギン。うわうわキラだな、キラいいよいいよ、いいよ。六丸六丸六丸ちゃん。え、ちょ、どこにおる？どこにおる？どこいる？どこいる？え、来てる？これ来てる？来てます？来てますね。で、絶対跳ねさせない。うん。いや、そうよね。え、これはもうやばい。7、え？ 7。にゃにゃ丸や、にゃにゃ丸。にゃまる？にゃまる？始まるかもしれない。でも世界記録来とるんよ、世界記録。世界記録か？うえー引いてますね。引いてます。もうそろそろ来るかもしれない。来てます、来てます。怖い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 ってそれは。え、よくさ、こうさ。待って、このさ。リールなんかあれやけん。え、来てます来てます。え、来てます、来ました。え、何入れた方がいい。ほうほうほう、来ました。やばー、え、でかー、でかー、やったー、わあ、でかっ。え、てかこのさ、なんか おかしくないね。あれ、いや、多分でかすぎてよ。え、
もうだって手首痛いもん。やったえやったイエーイこれいいサイズ出たんちゃいます？70や70ですねぐらいしかしてないのにね。そうですね、うん、ちょっと口の中取ってほら、なんか入ってる。いや、いいとこ刺さってますよっていう一回切っとけ。え、危ない。外れた。危ないやー、何センチやと思います？ちょっと75足ります？メジャー。いや、足らん。持ってきてよ、もう一個。おー、用意しといてもらわんとでかーい。あー、でも全然全然53 え、4じゃん、あ、3 4このあれですよ、まどかちゃんの指が自己記録。うん、うん、ここか。あ、そう、1センチありました。そう、まあ、でもどっちでも足りてないね。あ、ちょっと一回ストレッチさせよう一回ストレッチさせよう。54でした。まあ自己記録には及びませんでしたら、ジェロ2800、僕2500、600ぐらいかも。これいいと、いける？いけてる？はい、はい、2700 2700かな。これは700やね。2700ですね。うわーい、イエーイとりあえずイエーイ。え、その54の2700はどういう、いい感じ？良い？太い？こう腹見てください、これね。いやいや、ほんとすごいもん。イエーイ、一歩目。うー、ほら、やっぱ雨、風、バス関係してました。山田氏、どうですか今の気持ちは？やりましたな。え、でもこれはもうガイドさんの 100% ガイドさんのおかげといっても過言ではないよね。この時期なかなか難しいじゃないですか、柔道だし。そうですね、まだやっぱ水温上がりきってないんで、うん、難しい状況。今が3月なんで、4月、5月ぐらいになるともうちょっと釣れるかなっていう感じですか。さっきのが2700としたら、はい、マックス何キロぐらいまでワンチャンある？今日。そうですね、あ、でも全然4キロとか。でも4キロ、そんなん言ったらね、バス釣りにおいてありえんことなんてないやけど。かっこいいこと言う。なんか釣れたと妙にポジティブになる。あるんよ。おー、かっこいい。かっこいい。妙に。いっぱい釣りますか。イエス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 。トイレ大丈夫？え、トイレね、行きたい。行きたい。普通に。お腹空いてきた。お腹空きました。オッケーです。じゃあちょっと早いけど。マジ？まあ私やっぱオンとオフはしっかりしたい女やけんね。ちょっとレストラン行こう。レストラン行きますか。了解です。わーい、ご飯ご飯。お昼ご飯です。やってまいりました。レストラン。こういうなんかお昼ご飯食べれるのはガイドさんの強みよね。そうです、ね、うん、こういう停留、まあ、停留後禁止しとるレンタルボート屋もすごい多いけん、はい、窓しあんなに大きい魚釣ったんやったらお腹ペコペコないよね。やっぱお昼ご飯は社長近江牛すき焼き定食にしましょうか。
こちらの。これは65、65つったらちょっと考える。65つったら。65センチ。65で逆に4400円なんですか。ケチだから。じゃあ私チーズハンバーグ定食にします。おお。めっちゃ豊富。てかすごいね。いろいろあるね。あと何かあると思う。あとカレー。あ、カレーとか。うん。どん。めちゃめちゃいいじゃん。ちなみにふなっしーなしーはタンタンうどんおすすめらしい。タンタンうどん。タンタンうどん。へえ。美味しそう。美味しい。美味しそう。半分ちょうだい。もうすぐビアポってのがいいよね。綺麗。じゃあご飯食べましょう。いい眺めやな。うん。食べるん？ほぼほぼこれに、うん、担々うどんに、うん、お稲荷さんいいと思う最高意外にあ食レポうまいね、うん、あうまい意外にうまいですか、うんまあ、よかった、うん、いや早く食べてるそのあそれ待ってるんよそこっちはうどんは最高っすねなんかさちょっとさ、うん、あれに似とるねジャンポケのツッコミの人似とる言われたことないっすねで午前丸を目指して、うん、頑張りましょう仕留めとるでね、一瞬食ったね一瞬トゥズってなったね完全になんで食わんやったん早かったちょっと合わせるのいやでも遅くてもなんか惜しかったねドラマフィッシュあるかと思ったけどいやドラマフィッシュあると思ったねそんな甘くなかったねあそんな甘くなかったただいま3時を回ろうとしています今日私が琵琶湖最終日ということでちょっと最後まではい、できません。ここで終了となります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。まだまだ車でしょ？そう、車。今から帰っても12時ぐらいになるやん。まあ8時間ぐらいなんでノンストップで。いいんで。お腹ですね、うん。危ないんで眠たくなったらすぐ寝てくださいね。まあもちろんもちろん。気をつけて帰ってください。あざーす。ありがとうございます。まあでも今日は50アップ1本釣れたし、美味しいハンバーグも。売れたし楽しかったですいや良かったですでもちょっと僕自身ごまるすら釣れてないまたリベンジはいまたリベンジこれ、ま、どっかまでやったら送迎とかもしてくれるんやろはい車で京都駅とか行きますね京都駅京都駅京都駅までやったら送迎 OK らしいです、はい、ゆきなんか初心者の、ね、方とかねあんまりなんかガイド行ったことないよみたいな不安やなみたいな人はちょっとおすすめかもしれないそれはそうやね新幹線で来てで、ね、ホテルまで送ってもらってみたいな概要欄にねふなっしーなしーのインスタグラム貼っとくんで気になった方はぜひ行ってみてくださいお願いいたしますということで福岡に帰りますお疲れ様でしたまた次回の動画でお会いしましょうBye-bye.